でですね、そんな中で今回長渕剛というねミュージシャンですけども、本当にこれ危険なので、これから皆さんこの長渕剛に関する情報ぜひ注視してください。覚醒剤で一度逮捕されたことがありますが、まあ、覚醒剤取締法違反で逮捕されたんですが、まあ、その後ですね、まあ、罪が軽いということで不起訴処分という次元なんですが、そのレベルなんですが、これからぜひね、長渕剛、今いろんな疑いがかかってます。あなたに疑いがかかってます、長渕剛さん。あなたは十分発信する能力ありますよね。あなたが記者会見をするといえば、いくらでもメディアは取り上げてくれますよね。あなたが YouTube で、あなたが Twitter などで反論すれば対抗言論できますよ ね。あなた自身の言い分をぜひ聞きたいと思いますが、ぜひ皆さん長渕剛についてですね、最新のネット情報をですね、ご覧いただければと思います。